皆さんハマか夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。今日は5月17日誕生花はボタンです。ボタンには風格、風紀、恥じらい、人見知りといった花言葉があります。春に赤色やピンク色、白、黄色、オレンジ、青色、紫色など様々な色のお花を咲かせます。ボタンは少し前にご紹介させていただいた芍薬とお花の姿がよく似ていますが、ボタンは樹木で芍薬は草木です。日本でも広く親しまれていて、文学の世界ではよく詩として歌われていたり、根の樹皮の部分はボタン皮といった生薬で漢方の原料にもなっていたりします。見た目だけでなく人間の体にも優しいお花です。よければ周りでも探してみてください。知人に誕生日の方がいらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉を伝えください。それでは花城もかでした。今日も素敵な一日をお過ごしくださいね。いってらっしゃい。